神と呼ばれた傭兵、その凄まじい活躍に心が躍った。仕事を忘れ、手に入れた資料を読みふけった。彼が鬼神と呼ばれ始めたこの時期、南ベルカに沿線ムードが漂い出している。ベルカ発祥の地である北部の防衛戦にされたためか、住民たちの不満は限界に達していた。各都市が非武装宣言を行い、連合軍へ無血開城されていく。ベルカ軍は防衛拠点の構築もままならず、北への撤退をただ繰り返した。戦争終結の足音は近づいて、私は片羽と会う前、とある関係者たちとの接触を図っていた。当時最強を誇っていた元ベルカ空軍のエースたち。私は彼の足跡を追い、国境を越えた。彼らから見た戦争と私の追う鬼神の存在、当事者たちの声、その全てを残そうと思う。元ベルカ空軍第7航空師団第51戦闘飛行隊インディゴ隊隊長デミトリ・ハインリッヒ。鋭く優雅なその飛び方から愛詐欺と呼ばれたエース。現在は家業を継ぎ、多忙な日々を送っている。あの日、出撃直前に担当空域の変更があったんだ。私の受け持ちは戦局の安定した東部戦線、それがエリア B7R、 機体そしてパイロットにも損耗の激しい円卓へだ。そしてそこで彼に出会った。イーグルを引き連れただけの2機編成だが、先導部隊は全く相手にならなかった。これはまずいと直感したよ。この傭兵は強いとね。ただ戦ってみて分かった。動きに躊躇がある。まだわずかながら甘さが見えたんだ。私は勝ったと確信した。彼は若い。彼の戦いのルールはまだ完成されていないのだ。だが気づけば私が落ちていた。元ベルカ空軍第5航空師団第23戦闘飛行隊ゲルプ隊2番機ライナー・アルトマン。彼は首都解放時にディレクタスを飛んでいた。そして今もそこにいる。彼と会ったのはこの空の上だ。あの日のミサイルアラートがまだ耳に残っている。南部での迎撃任務からの帰投中、突然ディレクタスに飛べと指令を受けた。あの頃の戦況じゃ珍しくない。補給も機体の整備もままならない状態で出撃を繰り返していた。そう、どの部隊も同じだった。だが作戦空域に着くのが遅かった。駐留部隊は撤退済み、町には鐘が鳴り響いていた。そして民衆の見上げる先には彼の機影が。彼の戦闘軌道に感情はない。人ではない何かと戦ってる気分だった。少しでも早く終わらせたいと思ったよ。元ベルカ空軍第51航空師団第126戦闘飛行隊ゼルバー隊隊長ディトリッヒ・ケラーム。かつてはトップエースとして恐れられたアカデミーの鬼教官。1995年劣勢の軍は士気向上のため彼を再び前線に送った。いい腕をしていたね。噂で聞いてた感じではまだ若い傭兵とばかり思っていたが、その時よりも成長していたんだな。飛び方はまだ未完成ではあったが、戦い方には彼なりのルールが見て取れた。
戦場で大切なものは憎しみを持たぬこと、生き残ること、そして自分の決めたルールを守り抜くこと、教え子に言い聞かせた言葉だ。そして彼の姿を見て私は全てを理解したよ。時代は受け継がれ流れているんだ。もう老兵の出る幕ではないのだと。馬鹿草を踏むたびあいつの強さが目についた。ひたすらに強い、冷徹さとプライドを合わせ持つ戦闘のプロフェッショナル。鬼神とはよく言ったものだ。戦いの女神がついてるのかもな。気がつけばいろんな奴があいつを見てた。出撃のたび見送りが増えてたな。他の傭兵も整備兵までもだ。みんなあいつの姿を目に焼き付けようとしてた。俺ももう少し見ていたかった。ベルカの敗走が始まった。工業都市ホフヌンは敵の産業戦略上最も重要な都市の一つであり、軍需生産の心臓部でもある。終戦に向け連合軍はベルカの軍需産業を根絶やしにすることを決議。我々も作戦参加の要請を受けた。今作戦の主軸は連合軍爆撃機連隊による地上施設攻撃である。諸君らにはその支援及び敵施設攻撃を命ずる。作戦地域の制空権はほぼ我々のものだが油断は禁物だ。心して任務を遂行してくれ。